東北ロッケンロールプロジェクトというのはですね、有名なシェフにですね、東北6県のご当地の食材を使った新商品、ヒット商品というのを東北から作っていこうということを目的にですね、始まったプロジェクトです。復興の応援買いというのが少しずつ減っていく中で、やっぱり東北だから、復興だからということではなくて、美味しいから、なんか面白そうだからということをきっかけに買ってもらおうということを強く前面に打ち出してヒット商品というのを作っています。なんでロッケンロールっていうのかと言いますと、巻いた、ロールしたということを一つのルールに掲げておりまして、例えばロールケーキですとかそういったものです。で、ご当地の食材で、巻いたもの、それを6県でロールなので東北ロッケンロールというダジャレで、作っておりますが、商品の味というのはこれは確かで、京都の吉兆のですね、徳岡シェフですとかオテルド三国の三国シェフでといった本当に有名なシェフの方々がご協力をしてくださいまして、そのレシピをもとに、地元の加工業者さんや生産者さんが本当においしい商品を作っていく、それを売っていくということをですね、今も続けております。今後もですね、今商品開発続いておりまして、今日は福島と山形の商品をですね、この催事で販売しておりますけれども、今後ですね、秋田、青森、宮城、岩手、福島ですね、東北6県のものが商品が続々と出てまいりますので、ぜひですね、お見かけしたときにはぜひご購入いただければと思います。今回ですね、中郷の福島店さんの催事に福島の食を堪能していただくということで、ロッケンロールプロジェクトとして出させていただいているんですけれども、お客様の反応といたしましては、結構そうですね、やっぱ紅花とだだちゃ豆のロールケーキっていうのがやっぱ見た目にも華やかですし、あまりその復興っていう色は全然出してないんですけれども、足を止めて見てくださる方がすごく多いなっていうふうに感じています。で、一番今のところですね、人気なのはロールクッキーなのかなと。1枚ずつで売っているので、買っていただける、気軽に買っていただけるということで、何回も売っているものじゃなくて今回限定販売という形にはなるんですけれども、またいろんなところで催事として出店させていただいてたりとかするので、お見かけの際にはぜひお買い求めいただければなというふうに思っています。